負けることもあるわ。すみません。また次々。じゃあ、飲み込んでもらって。もらったね。しかないな。まあ、お母さん。ありがとうございました。今日はありがとうございます。そうだ、勝手は一人の人なんで、俺は。大丈夫、大丈夫。ね、そうそう。負けるときもあるわ。もう頑張ったよ。負けて勝って、負けて勝って。そうや。また次々。そういう時もあるよ。ジナ、パパに大丈夫って言ったで。パパ大丈夫って。大丈夫、ジンジ頑張るに次。大丈夫。大丈夫や。悔しいな。悔しい悔しい。ああ、そうだ。大丈夫だよ。次行こう。頑張ったよ。オッケーオッケー。次行こう。格闘技なんか負けることもあるよ。だから面白いんやね。もう怪我ないだけ、もう。帰って帰って。母ちゃん、元気にして。どうぞ。また、また、また、次ある、次ある。お母さん、元気ですから。いいぜ、これ、ちょっと、一言、YouTube やるので。次の時点で今、悔しいです。どうもと緊張って。これでは終わられへんって、俺。もうさ、今日はもう、阿部選手の最初の1ラウンドの一発、うん、あの右で、もう今日の試合の全てやったけど、自分の試合ができなかったな。この時点、頑張ってください。必ず。まだ俺はしぶといよ。やるよ。OK、刑事、頑張ろう。悔しいけど、この悔しさバレに、絶対これドラマにするから。OK! またストラスター頑張ります。今日は皆さんありがとうございました。でも私今日会場でね、はい、この T シャツ売ってる人いっぱいおって、ね。嘘やん、マジで。ファンの皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。またストラスターの応援、よろしくお願いします。よし、緊張しなさいよ。さあ、よし、行け。えい。よっしゃー。えい。負けることもあるから、格闘技って面白いんですよね。そりゃそうです。ね。ライジンウェルだけを盛り上げようと思って、リスク取ってるから。もちろんリスク取ったらそういうこともあるし。でもね、会場はかなり湧いてましたよ。あ、湧いてましたか。めちゃめちゃ。よかった。ハッピーラッキーストラッカー。カツカツ、ストラッサー、また、ストラッサー。ジナも、めっちゃ言ったもんな。パパ頑張れって言っぱい言ったな。ね。ありがとう。パパ頑張れってずっと言ってたもんな。次は、こっからね。会長も今日顔いっぱい割れたんちゃいます？そうだな、やばいな。